はい、じゃあ、そろそろね始めていきましょうということで、毎回基調講演ということでですね、長谷川さんにお願いしてるんですけど、はい、今回はちょっとコントラバーシャルというかですね、あれというのがタイトルなんですが、はいはい、聞かせていただきたいと思います。さあ、そんなわけでじゃあ紹介をお願いいたします。はい、長谷川康久さんで、制作者をもっと結ぶべきたった一つの理由です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なんか先ほど手を挙げてた、なんか結構初めての方が結構ねいらっしゃったと思うので、ちょっと改めて簡単に自己紹介だけさせてください。私今東京の方でデザインの仕事をしている長谷川康久と申します。現在ですね、いくつかの企業の方に、実際ちょっと、パートタイムで入ってですね、そこでの、組織の中でのデザインプロセスの改善、ちょっと変わった、仕事なんですけど、それもしています。で、一言で言い表すと、おそらく、デザインができる環境をデザインする、そんな仕事を今やっています。で、今日ついに、CSS9 とシフト9始まりました。東京、そして、全国各地から、このようにですね、ウェブやアプリに携わるプロフェッショナルが、一度に集まる、こういうのって実は東京ではもう珍しかったりもします。で、そうした中、皆さんこうウェブデザイナーとか、ウェブディレクターとか UI デザイナー、そんな肩書きでお仕事されてるかと思います。で、とはいってもですね、実は仕事環境によってはその同じような肩書きを持っている方でも全然働き方が違ったりとか、また新しい別の視点で働いてらっしゃる方って結構いらっしゃいます。で、これだけの方がいるとですね、そういったのって本当にたくさんあると思いますし、あ、なんだこういうふうにオタクのウェブデザイナーってやってるんですねみたいな新しい発見にもつながると思うので、ぜひ休憩時間とか懇親会を利用してですね、どんな仕事してんの、何のツール使ってんの、どういうふうに仕事を進めてんの、そのことを聞いてみてください。で、今年デザインの世界でもいろいろあったと思うんですね。で、12月といえば、なんか流行語大賞とか、そんなのがメディアでも流れたりとかしてて、ちょうどこう、今まであったことを振り返るのはすごくいい機会だと思います。このイベントにしてもそうだと思うんですけど、制作者として、デザイナーとして、開発者として、今年一つ大きなキーワードがあったんじゃないかなと、個人的には思っています。人によってはこれを見て苦笑いしたこともいいかもしれません。で、私自身もこのパクるという物事が、あんまり好きじゃありません、当然ながら。で、これを見た瞬間にちょっと、って思った方もいるかもしれません。けど、このパクるとか、盗むとか、そうしたフレーズっていうのは、もちろんネガティブな要素があると思いますし、やはりこう、一人の制作者として、著作権のことをきちんと学んだりとか、もしくはモラルのことを考えなきゃいけないかもしれません。しかし、だからといって、自分のアイデアはこれは俺のものだ、これはコピってるだから間違っている、そういうふうに考えることによってクリエイティビティの原動力を失ってしまうということもあったりもします。実はこの盗むというこの行為、一見悪そうには見えるわけですし、悪いケースもほとんどなわけなんですけど、クリエイティブプロセスにおいてはこれはなくてはならない存在だとします。例えば20世紀最も影響力のあるアーティストと言われているデビッド・ボーイもこういったことは起こしています。私が学ぶアートは盗む価値があるものだけである、盗むという言葉をもうダイレクトに使っているわけですね。で、他にも話題になっている何ですか、この SF 映画とかありますよね。これにしてもですね、実はオリジナルじゃないんです。例えば黒澤明の作品、特に7人の侍の映画のシーンとかたくさん盛り込まれてますし、フラッシュ・ゴードンという、当時あった SF のコミックブックから結構インスパイアされてもらったりもします。なので、実は映画の一つ一つのシーンを見てみると、黒澤明のシーンの考えと全く同じシーンが、スター・ウォーズにもあったりもするわけです。じゃあこれダメだよって僕が言ってるわけじゃなくて、このように、クリエイティブのプロセスにおいて、誰かのアイデアをコピーして、それをリミックスして、自分のものを新しいものを作り上げる。盗むという行為っていうこと自体は悪いかもしれませんけど、それによって私たちは新たなクリエイティブを作ったり、もしくは新しいデザイン、製品というものを世に送り出しているということがあったりもします。例えば先ほど盗むという言葉を
もろに言っていた、このデビッド・ボーイにしてもそうなんです。自分の音楽を作るだけに自分の、まあ、いろんな人たちからアイデアを教え取ったり盗んでるわけじゃないわけです。例えば彼の場合だと、もう本当に20年ぐらい前の話ですけど、まだまだミュージシャンがウェブサイトを作るっていうのは別にそんなの必要ない。ましてやデジタルミュージックを無料で公開するなんてバカげてる。でそんな時代があったわけなんですけど、そういった雰囲気の中でもあえてウェブサイトを作ったりとか、デジタルミュージックを無料でダウンロードするようなことをしたりとか、新しい試みをしていたりもします。また、彼のミュージシャンになってくると、確かにたくさんの方が影響を受けて それで音楽を作ってたりもしますけど、それと同様にですね、多くのミュージシャン、特に今最近流行っている音楽というのは、もう本当に彼の音楽にすごい影響を受けているものは少なくないと思います。だこのパクるとか盗むとかっていう言葉、確かにあまりいい言葉じゃないです。けどこの言葉、この行為だけ見てみると、禁止しましょう、しちゃダメですっていうふうにはなりがちです。けど、本当のクリエイティブっていうものは、この自分たちのためだけに作る。例えばデビッド・ボーイもそうでしたけど、自分の音楽のためにものをどっかからアイデアを借りる。何か自分のウェブサイトを作りたいがために、自分のアプリを作りたいがためにだけに、他人の知識やアイデアを取っているってわけじゃなかったりもします。そうじゃなくて、自分が得た情報、自分が得た知識、自分が得た経験というものを自分の世界、これは私たちの前と仕事環境だったりすると思います。同僚だったりとか、クライアントだったりとか、上司だったりとかもします。そこに還元するためにアウトプットしているというふうに言えるかと思います。例えばデビッド・ボーイにしてもそうです。自分の音楽を作るためだけじゃなくて、その音楽を世に出すことによって、音楽業界をさらに面白く、さらにイノベーションを起こすために、やっていた、そういった行為だったりもします。で、このようにアウトプットをしていく、インプットをアウトプットしていくというのは、ただ単に自分のためだけにあるのではなくて、業界のため、社会のため、そういったところも視野に入れてアウトプットしている人というのは、うまくこのインプットとアウトプットをうまくやっている人なんじゃないかなというふうに思います。けど社会のためとか業界のためとか言うと、なんか大げさですよね。そんな私にはあんまり関係ない。けど実はウェブの世界とか開発の世界では、こういったことっていうのは昔から当たり前のようにしていたりもします。例えばオープンソースの世界、オープンソースの世界では、ただ単に他人のコードを盗んで自分のプロジェクトのために作っているっていう方たちだけじゃありません。オープンソースのコミュニティの場合は、そこからコードをもちろん取って自分のウェブサイトのために使うかもしれない。自分のアプリのために使います。けどそれだけじゃなくて、そのコードをもっとこういうふうにしたら良くなるんじゃないの、もっとこういうふうにしたらこういった機能でつくんじゃないの、そういったことを多くの世界中の人たちが自分の知識や経験を惜しみなくアウトプットして、でそれが結果的にオープンソースのプロジェクトがさらに良くなって、私たちが毎日使っているようなツールもどんどん良くなっているのも、そういったところがあったりもします。これと同じような例として、SWIFT というこのプログラム言語が一ついい例になると思います。ちょうど今月になりますが、SWIFT は、GitHub の方で、オープンソースとして公開されました。SWIFT、iOS の、アプリケーションを作るためのプログラミング言語なわけなんですけど、この GitHub の非常に面白いところはですね、このプロジェクトがどのように開発が進んでいるのか、誰がどれくらいコードを改善したのか、そして今後どういうふうにそれが発展していくのかというのが、私みたいな部外者でもしっかり見えることができる。みんながそれを確認することができるのが魅力だったりもします。例えば、今こちらにご覧になっているグラフとか見るとですね、これは、2010年の8月から、まあ、SWIFT のプロジェクトが始まっているわけなんですけど、そこからどれくらいのコミットがあったのか、つまりどれくらいコードの変換とか改善がされたのかというのがこのようにグラフになっているわけなんですけど、現在その総数が3万を超えています。つまり2010年から3万回何かしらの改善が常に行われているといった状態です。で、一番、こちら側見てみていると、12月に公開されたということもあるので、一番最後のあたりに著しくそのコミットの数が増えています。現在その数、私が調べた時の時点では400を超えていました。
つまり今月オープンソースとして公開したことによって多くの方がもっとこういうふうにした方がスイフト良くなるんじゃないっていうふうなことをみんながアイデアを出し合って、その数がもうすでに400を超えているんです。毎日すごいスピードでお互いが自分の知識や経験を惜しみなく出して、そして、それが今後の、スイフトの開発の、まあ、改善につながっているということになります。でこういった例というのは別にスイフトだけではありません。オープンソースのプロジェクトではこういったことが、まあ、日常茶飯事に起こっているというふうな、状態になっています。その、まあ、コミット、まあ、改善するもの、改善されたものというものはこのように、まあ、コミットのツリーみたいな形で出てくるわけなんですけど、中にはただ、数行のコードが変換、改善、書き換えられただけとか、小さなものもありますし、もうちょっと大掛かりなものもありますけど、私みたいな全くスウェイトのプロジェクトに入っていないような部外者でも、どのような過程でそのスウェイトが改善されているのか、そもそもなんでその機能がついたのか、なんでそれが改善されている必要があったのかというのが一目で分かるような、つまりこれは開発プロセスというものが完全に見えるような状態になっているわけです。私たちのような外からいる人でもこういうふうに開発というものが進んでいるんだということが学べることができる。これは非常に大きなことだと思います。またこうしたことができるのも Git のような環境でなんか多く使われるようになったかというのもありますし、また開発者の世界では例えばペアレビューだったりとかペアコーディングといった文化もあったりもします。2人でペアになってですね、コードをリリースする前にどうですか、このコードでちゃんと合ってますか、こういうふうに改善した方がいいんじゃないのというふうなことをアドバイスを出し合うということもしています。でこれもただ自分のアイデアは自分が得た知識は自分のものであるというふうに守るんじゃなくて、お互いがそれを共有することによってそれぞれの成長につながるよね、その方がみんな上手になってみんなスキルが上がっていいよね、そういったところから、こうした文化というのが広がっているんじゃないかなと思います。ではこれをデザインの世界で実現するとどうなるんでしょう、まあ、そこがちょっと気になるところですね。で例えばじゃあフォトショップで何か作るということにしましょう。で先ほどみたいなその GitHub でやってるような、開発プロセスをもしこのフォトショップの世界で再現するとしたらどうなるんでしょう。まあ、極端な話ですけど、レイヤーを追加したことに、レイヤーを編集したことに、レイヤーをちょっと変化したことに、みんなに共有しているということと、同じようなことを今、開発者がやっているわけです。まあ、これ聞くのはちょっと無理ですね。無茶です。けど、開発者がやっているように、少しでも自分たちがやっている状況、プロセスというものを、より多くの人に早く見せるということは必要だと思います。で、実はデザインって、結構ミステリアスな仕事なんですね。ちょうどデザインってこんな感じなんです。クライアントやディレクターか上司が何かオーダーをしたらいつの間にかできている、完成しているなんかデザイナーが隅っこの方でパソコン向かって2日3日ぐらい頑張ってみたい、そしたらいつの間にか完成している、これが他人から見たデザインなんです。魔法なんです。何でか知らんけどいい感じでは出来上がりましたっていうのがデザインなんです。けど、デザイナーの視点からはそうじゃないですよね。もっともっといろんなことを考えています。例えば、タイポグラフィーだったりとか、情報設計だったりとか、色だったりとか、インタラクションだったりとか、いろんなことを考えています。けど、それが見えてない状態で、80%、90% できた状態で見えても、あら、デザインってすごいね、あっという間にできちゃうんですね、っていうふうに思われちゃうわけです。で、この今までカーテンの中に隠れていた、ブラックボックスになっていたデザインの途中の経過、いうものを少しでも見せる、開発者のようにフォトショップのレイヤーをいちいち見せるみたいな、そんな細かいプロセスをなかなか共有するのは難しいですけど、デザインの中に関わっているさまざまな課題、それを共有していく、見せていくというふうなプロセスが今幸い簡単にできるようになってきています。例えばプロットのようなアプリケーションを使えばですね、画面遷移を簡単に作れたり、またその画面遷移が実際触ったときに本当に意味のあるものになっているのか、そういったものをいち早く共有できるようになっています。他にもアニメーションを使ったプリンシプルみたいなアプリケーションを使えばですね、従来開発者の力がなければとてもじゃないけど作れなかったアニメーションを
デザイナー1人で作ることができます。しかもそれが5分10分で非常に興味深いアニメーションをすぐに作って、実際これってどうですかってことを開発者にすぐに見せて、うん、どうだろう、これならできるかもしれない、ちょっとこれはスペック的には無理かもねっていうことをいち早く共有することができるようになっています。他にもセールスフォースのこれスタイルガイドですけど、このように今までだとデザインのレイアウトと一緒に色のこととかボタンのこととか色を一緒にして考えてましたけど、スタイルガイドみたいなのを作ることによって、まずは色のことを考えましょう、まずはボタンのことを考えましょう、これは果たして一貫性のあるものなのかどうか、それを一つのシートとしてまとめてそれを共有するというふうなやり方も出てきています。他にもウェブデザインの世界ではやはり、最初はスケッチだったりとかフォトショップだったりとかイラストレーターでデザインするにしても、結局ブラウザで見ないとわからないってありますよね。やはりグラフィックソフトで使っているレンダリングエンジンとブラウザで使われているレンダリングエンジンが違います。なのでやっぱりウェブブラウザ上でデザインをした方が本物に近いものが作れると思います。まあ、そういうことで数年前からデザインインブラウザ、つまりブラウザ上でデザインしましょうというふうな考え方が広まってきましたけど、まあとはいっても難しいですよね。ブラウザコードが分からない人にとってはとてつもなく激しな話ですし、さらにはコードをさらに早く書けと言われるとそれまた敷居が高くなってきます。けどそれも今やブートストラップスタジオみたいなドリームイバーのデザインビューのように簡単にサイトを作り上げて、そしてそれがブートストラップのテーマとして書き出すことができる、こういったツールも出てきています。なので従来はパワーポイントとかグラフィックツールで情報設計をしていたといったところもですね、全てブラウザー上で行うといったことができるようになってきています。このように今までデザインというプロセスというものはちょっと見えにくい状態だった、デザイナー同士には分かっていたことけど、それが果たして開発者の人たちには伝わっていたのか、それともクライアントの人たちに伝わっていたのか、それはちょっと分からないところって結構あったと思うんですね。それを一つ一つデザインに関わる課題を切り分けて、そしてそれを1秒でも早く共有する、 80%、90% の完成度になる前に早く見せるというふうなことが今できるようになってきています。そしてそれをするためのツールも出そろってきました。こうしたことをすることによって、例えばなぜそんなことを言ってくれなかったの、早く言ってくれよっていったような、後戻りというものもなくなったりもしますし、早期に問題点を発見することが可能になります。私たちがしなければいけないこと、それは自分たちの世界、まあ、つまりは自分たちの仕事環境やクライアント、そういった方たちに還元するためのアウトプットをしていく、まあ、それが一つは今日ご紹介しているようなデザインのプロセスを見せていくというところが一つのそれはアプローチだったりします。そのために今日のような場でとにかくたくさんのものをインプットしていくというようなことが必要だと思います。自分のため、自分だけのために作るのではなくて、そこの周りにいる人たち、そこに一緒に働いている人たちに何ができるのか、そのためのインプットだったりもしますし、そうすることで自分たちがやりたいデザインだったりとか、自分たちがしたい開発ができるんじゃないかなというふうに思っています。そのためのプロセスの見える化、自分たちはこういうことを考えて、こういうふうな順序でデザインというものを考えているんです。そういうのが一つ一つステップでなって見えることができたら、すごく周りにとっても嬉しいと思うんですよね。あ、なるほど、デザイナーってこういうことに悩んでた。あ、デザイナーってこういうふうに考えて、こういうことを解決しようとしたんだということが少しでも早く分かるようになります。だから今日のそういったデザインを見せていく、プロセスを見せていくという意味はどういうことなのか、それはデザインをデザイナーのものだけにしないというふうなところがあったりもします。今日のインプットをしていく上でもですね、ぜひ今日の自分の作らなければいけないウェブサイト、クライアントに頼まれているあのアプリを作るためだけに吸収するのではなくて、今日の知識をどういうふうに使ったら同僚の人とか上司とかクライアントとかコミュニティとかに私の考えているデザインの重要性というものを分かってもらえるんだろうというふ
ふうな使い方をしていただきたいなと思っています。だから今日はこのなんとなくちょっと嫌な言葉かもしれませんけど、僕が言いたかったこの盗むというこの言葉というものは、結局のところ周りの人たち、今日来ている人たちみんなもそうかもしれませんし、業界かもしれませんし、もしかすると自分たちの組織の中、それだったかもしれません。そういった周りへどういうふうに還元していくのか、還元するためにはどうしたらいいのかということが必要です。そういうことが今日のような場合はなるんじゃないかなと思っています。プレゼンテーション前という書籍、まあ、数年前に出た書籍ですけど、それの著者であるガー・レイノルズさんという方がいます。確か大阪にいるのかな。でその方がこういった言葉を残しています。鳥のように食い、象のように糞をしろというふうに言っています。鳥はですね、自分の体重の半分ぐらいの食物を毎日食べているそうです。とてつもない数の、まあ、量の、まあ、インプットなわけなんですけど、象の方は象の方でですね、1日75キロの糞を排出しているそうです、まあ、それをアウトプットというのはちょっとなんか微妙な感じもしますけど、まあ、トイレに行ってもですね、彼が言いたかったのはインプットをたくさんしなきゃいけない、それは当然だけど、それと同じぐらい、もしくはそれ以上にアウトプットしなければいけないよ。そうしなければスキルも上がらないよ、周りも変わっていかないよというふうなメッセージを彼は残しています。けど、とはいってもやっぱり恥ずかしい、あると思います。特にデザイナーだと 80%、90%、もしくは 100% に近づけるために作り込みたいです。しかもちょっとでも早く出しちゃうと勘違いされるかもしれませんし、もしかするとどっかの偉い人が何言ってんだお前はって言ったら変なツッコミもあるかもしれません。そのなのでなかなかこう尻込みしてしまうかもしれません。で、信用してないとなかなかそういうことって難しいと思うんですよね。ビジネスの世界ではこういうことを言います。信用は勝ち取るものである。実績をきちんと、まあ、作って、それから信用を得ましょう。そうしたらやってあげますよ、作ってあげますよ、出してあげますよ。まあ、けどそのまま確かにビジネスの上では非常に重要なわけなんですけど、私は信用でなくて信頼を選びたいなというふうに思っています。特に今日のような場、もしくはここの、まあ、ウェブとかアプリを作っている業界に対してはそういうふうな姿勢でありたいなと思っています。何も考えなくていいんじゃないかなと思っています。ただアウトプットすればいい。確かに怖いっていうのは、僕もずっとコンテンツ出してますけど、それでも怖いです、毎日。まあ、今日のプレゼンにしてもやっぱり怖いです。けど、出さなきゃ分かんないこといっぱいあるんですね。10年以上ですけど、ブログも書いています。ポッドキャストもずっとやってます。で、みんな頭で分かるんですよね。ブログがなんか得れる効果だったりとか。けど、やっぱりやってみないと分かんないこといっぱいあるんです。で、今日、じゃあ僕はブログをやれとか言ってるわけじゃないんです。けど、見なくちゃわからないことたくさんあるわけなんですね。今日お話したようなデザインのプロセスがわかんない。わかんないからこそ、一つ一つステップを見せていくというような話もまさにそうです。やっぱり見ないとわからない。見せないと理解してもらえない。そんなことがあります。それを少しでも早く出していく、インプットを共有していくっていうことは、本当に必要になってきますし、それが最終的には、自分がやりたい仕事っていうところにつながってくるかと思います。で、今日 CSS9 とシフト9っていうのはですね、もう本当にこう今日の1年の総集編ということで、ものすごい数のもう量のインプットを得ることができるイベントだったりもします。本当にインプットしたいんだったら、まあ、今日のこのイベントに参加するのが最適じゃないかなというふうに思ってますし、それを期待してこの場に来ている方たくさんいらっしゃると思います。で、この今日のインプットをですね、ぜひ自分の仕事のためだけに使わないようにしていただきたいなというふうに思っています。別にブログなんか書く必要性はありません。ただ自分の仕事環境って皆さんそれぞれあると思います。で、いろいろ悩みも当然あると思います。で、そこに対して何か還元するには何ができるのか、そのヒントはおそらく今日の続くステップに必ずあると思います。で、それをやっていくことによって少しずつデザインの制作することの面白さっていうことが伝わるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。デザインをしやすくする環境を作ること、開発をしやすくする環境を作ること、これは実は制作者一人一人の仕事だったりもします。なのでぜひ今日のこのイベントである様々なインプットを
ぜひたくさん盗んでですね、皆さんの世界で仕事環境で還元していってください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。安井さんですね、じゃあピンマイクをちょっとね、はい、彼に渡して、ね、はい、マイクを持ってお願いします。はい、じゃあちょっと安井さんなんか聞いてみたいんですけど、今ねツイートですごく話題になってたのが、なぜかここにいない安井さんがツイートしてるっていう、これは、はい、はい、多分ツイッター見てたらよく見たら出てくると思うんですけど、バッファーっていうアプリがあってですね、それするとスケジュールを組んで、ツイートすることができるんですね。で、まあ今日このイベントは非常に時間に厳しいですので、ちゃんと時間が計ることができます。なので、このタイミングで自分はこれ言うなっていうのは分かっているので、まあ、それに合わせてツイートをしてるっていう感じです。今、会場がどよめきましたよ。けどさ、こんな貴重な時間を使って来てもらってるから、これがサービスしないとなと思うわけじゃないですか。ね。彼はこれ2年くらい前からね、そのトリックやってますけどね。はい、やってますね。はい、ちなみにバッファーは Facebook にも投稿できるので、はい、できます。いくつかこう、例えば、この記事を読んでほしいとかね、そうですね、時間でこう投稿する自動投稿、まあ、自動投稿結構ポスト数によって有料になっちゃいますけどね。そうですね、はい、それとあとやりすぎるとはこいつボットみたいなやつだなというふうに思われちゃうので、ほどほどにした方がいいと思いますけど、まあ、今日みたいなイベントだとちょうどいいと思います。ね、はい、僕ね、スターウォーズね、ちゃんと見たことなくて、お、今回初めて映画館で見たんですよ。見た、あ、見た、いきなり長く行ったんですか。いつも見るんだけど途中寝ちゃって最後見たことがなくてですね。で、帰ってからジェダイってなんだとかね、フォースってなんだって調べて、ジェダイは時代劇から来てるっていうらしいですよ。そうなんです、ジェダイ劇。そうなんですよ。そうそう、あとそうそう、フォースオブジュライっていうやつもね、あるありますね、まこさんみたいなね。いやいやいや、はい、ということで、こんな感じですけど、はい、ちなみにオリンピックどうなるんですかね。わかんないですね。うん、まあけど我々は我々の仕事していきましょうってことです、本当に。うまくまとめた感じで、はい、はい、はい、ということで、今回も素晴らしいセッションありがとうございました。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん。